いけど大丈夫かしら。あらちょっと今日メイクが違うっていうか最近今日が結構がっつり違うんだけど、最近またオレンジメイクにハマりまして、ハマった、なんだろう、1年ぐらい前、1年前ぐらいとか半年以上前ぐらいになんか一回オレンジメイクにハマって、で最近またハマって今日結構だから違うかも。小平くんこんばんは、ありがとう。アナちゃんこんばんは、おさまありがとう。そんな感じ結構違うね多分。どっちも好きでしょうし、そうだから最近というか最近少しだけオレンジを使ってたけど、今日多分ほとんどがっつりオレンジメイク、目もリップも。でもなんかねいいんだけど、リップはやっぱ赤い方が好きかなって思っちゃう。ふさまありがとう。みかん色、そうみかん色のジュリア、今日はみかん色。わかる、配信越しでわかるもん、わかるか、多分ね実際見た方がねわかるはず。泣いた、なんで、どうしたの、うん、ちいちゃんやっほー、ありがとう、みんな来てくれてこんばんざーいちいちゃんあいまりやっほー、みんなやっほー。今日早いでしょ、いつもよりも。実際見たいですね、大丈夫、多分ねハマってる間はきっとこんな感じ、帰ると思うけど。カフェルこんばんざーい、ありがとう。またピンクメイクもする、ピンクメイクしたりオレンジにしたりって感じになるかな今は。アイタメが深い、深次郎キャッシュこんばんだい、やっほい今日もあのおか怒られたのなんで、昨日のじゃないの、土日の買って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 買っといて、ピンクもキラキラ、そうそうピンクは結構がっつりラメというかキラキラを乗せたい感じ。結構ねこっちはラメがねゴールドっぽい感じかな、オレンジだと。肩痛い、これいるんじゃない、裏飯。ミカエルの方が少し、まあ確かに大人っぽいかな、ちょっとヘルシーな感じになる、オレンジだと多分。ヘルシーメイク、ヘルシーメイクというかそんな感じっぽいかな。ひらパパチラヤッホー、仕事でか、じゃないな、言えばやだけど。ちいちゃんブレスレット楽しみにしてる、多分届くんじゃない、遠征までには、遠征まで多分届くと思うよ、まだあるし時間、みんなの元に届いて嬉しい。黒なのか茶色なのかという、どっちが届くでしょうか、クイズだけど。はいさんもありがとう、来た来た、何色でしょうかね、何色が、何色かはお楽しみに。はいさんもありがとう。今日はねこの後8時50分からトークポートがありまして、明日は、渋谷5階の、あ、渋谷タワーレコ5階にてリリースイベントがあります。ちーちゃん
もじゃ、もじゃおくん、もじゃおくんありますので、皆さんぜひお待ちしてます。お日様カウントありがとう、お待ちしてます。胃袋が小さくなったからしばらく、そうだね、小さくなったから、ヘルシーみかんちゃん、オレンジちゃんかな。でもピンクもやるけどね、今一時すごくハマってる、ハマりまたハマっただけ、秋になるしね、秋はブラウンメイク。 HK さんこんばんは。こんばんちゃん、ありがとう。あと私今日長袖デビューしました。あの昨日、今日から、今日今年初長袖解禁しました。シャキーン。勉強になりますね。メモメモ、そうメイクは楽しいからね、いろんなアイシャドウとか欲しくなっちゃう。皆様ありがとう。9月14日長袖デビュー、今年の長袖デビュー。もっと遅いと思ったんだけど、思ったよりも夏が短くて涼しくなるのが早かった。もう冬、早いよね、涼しくなるのが。僕にメイクしてください。でも似合いそう、パッチリしてるし目。なんか夜になるともう涼しいし、ジリッアちゃんの声ってクーちゃんと同じか。嘘、クーちゃんには負けるよ。もじゃ、じゃもう終わりなの。ありがとう、お仕事大丈夫だった、今日朝までしてたでしょ。シマルこんばんは。こんばんじゃ。ピンクにしたデカ盛りがそんな顔ない。今日も早い、今日はあの特にだよ、仕事中。ありがとう深夜、頑張ってお仕事、いってらっしゃい。パッチリしてるよ、もう日が落ちるのね。早いよね、もっとずっと9月後半までは、10月直前までは夏かなって思ったんだけど、今年のあれ的に全然もう秋になるの早かったから、今日で長袖スタートしました。なんかもう何を着たらいいんだろうっていう時期になってくるよね、このあの何気温難しくなってくるから。HK さん、ジュアちゃんとクーちゃんが夜中に配信する、まあ確かにそれはあるかもしれない。睡眠効果、今年まだ5月でもさ、本当にそれはそう、半分ぐらいはさ全然違うからね。秋服だね、知っていて、ジュアも秋服が大好きマンだから楽しみ。最近のマサールくんなんですか、なんでマザールくんなんですけど、プラドじいちゃんの名前、嘘だ、ゆきちゃんですよ、ゆきちゃん、ゆきちゃん言ってるんでしょ、知ってる。もっと涼しくなれば俺が俺になれ、どういうこと。あ、ファーファーね、ファーファーね、なるほどね、確かにまだ獣だもんね、冬に獣になるね。巻き子が本当に可愛くて可愛くて、やっぴやっぴー、楽しみ。秋服、お洋服を買いたい。成城寺はゆきちゃんで酔っ払ったじいちゃんも、あ、そうなんだ、酔っ払わなきゃじいちゃん寝てこないんか。もう栗が収穫、焼き栗、栗のモンブラン、めいさんがモンブラン大好きなの。ふわふわな獣さんと密にまたハグするんですか。そろそろロンティーをいいよね。こないだ可愛いロンティーを見つけたんですけど、どうしようかなと思って買わなくて、買っとけばよかったなっていう思ってる。また目撃されちゃう。ちょうど見ちゃうよ。買い物したら始まったのダッシュで帰ってきました。帰り雨は大丈夫でしたか。お洋服買って秋服のホワイトをし買えるでしょうが、あなたは。パンダロンティーあるの？洋服欲しいよね。でももう
今日初長袖を着たので普通にもう長袖になりそう。もう秋だよ、ほら初。でも今日はトレーナーなんですけど、あの今日はあのあんま珍しい格好をして、最近楽な格好をすることが多いんですけど、今日はこのあのトレーナーに黒いパンツ、これはちょっと丈が短めのニューヨークって書いてあります。なんかね、秋はブラウスとかも着たくなるんだけど、こういうトレーナーを着たくなる。なんか遠征長袖持ってった方がいいかね。いい気がする。ジュリアは持ってった方がいいと思う。夏いそう、ほんと夏一瞬すぎてもう秋かってなってる。僕は成人式でも酔っ払ってみて、なわけなわけ。3年前ぐらいだったらそうかもしれないけど、今酔ってんの？毎日酔ってるでしょ。なんかだってすごいデブだよ今。流し丸目が顔は可愛いけど頭は悪いみたいな時代でしょ。聞いてたよ、トレーナーよき。そうトレーナーはやっぱいいよね。これそう、丈短いからこうやってね手あげたらね、お腹が、あ、危ね、お腹が見えるんです。これ可愛いのだからチラって。秋服買いたいね。なんかこの間少し買ったって言ったんですけど、少しだけ長袖を2着買いました。寒いって旅行の荷物でも、それはわかる、それは失礼じゃん。でもすごかったよ、動画見たよ。寝転がってるところに持ってこられて飲む流しもある。すごいデブじゃんってなったよ。事故や、先生ヤホジーじゃん、ヤホマジオさん、こんばんざい。やばそれ見てる、あ、見た見た。でめっちゃ太ってんな。めっちゃ太ったじゃんって思った。出会った時からさ、すごい、何キロ太ったの？10キロぐらい太った。サトさんこんばん。僕サトさんも太ったの。みんなお酒飲みすぎだよ、ビールっぱらになってるでしょ。恥ずかしすぎて山手線にみなぎってきます。そうだから前会った時もさ、太ったでしょって言ったじゃん。お酒飲みすぎて太ったでしょって言ってさ、いや痩せるんだよ、ダイエットするんだよみたいに言ってたけど、もっと太ったよね。幸せ太り、え、どういうこと？今ハッピネスなの？しわしください、あげますよ。なんだろう、のあげれる幸せないな。出会った時から10キロ太ってさ、ど、誰、自分、そんな太ったの？みんなあれでしょ、酒飲みすぎで太ってるんでしょ。出会った時から27キロ太ってんの？え、それやばい、小学生一人分ずっと抱えてるってことだよ。小学校6年生を抱えてるみたいなもんだよ。大丈夫なの？でもジュリは絞れたね。一時期どうなるかと心配したけど笑った。お腹にミニブタ飼ってます。いやこうやって子供抱えてるよ、27キロは。スマートだったよね、はい、その時。ペコちゃんの当初、ジュリアちゃんがペコちゃんの当初。あ、今日で436日、微妙。めっちゃ微妙だけど、
みんないつも見てくれてありがとう。明日は公式ルームもやるから見てね。ムーンライダーさん、こんばんざい。こんばんざい。ペコちゃん懐かしいでしょ。懐かしいでしょ。明日はリリーベ楽しみ。ムーンライダーさん、こんばんざい。相変わらず美人可愛いでございます。ありがとう。何もあげられない。あ、うまい棒ならあげる。うまい棒なら今おじいちゃんを褒めた人にはうまい棒しかあげられないけど、限定1個。はじめましての時の時期に映ってるの誰レベルで。27キロはそりゃそうだよ。頑張って。明日行こうと。そうそう、いないのよ、お休みなの。あれ多分そんなに、キュッチャー変わってない。大人になったくらい。今何分だろう。今何時だろう。同じか。今何時何分ですか。そもそもカレーで別人はおじさんじゃん。おじさんになってるじゃん。それは Now 確かに成人したでしょ。じゃあ背が高くて顔が小さいと。じ、顔でかいよ。顔のでかさコンプレックスだよ。このぐらいにしたいもん。ここをこうこう切りたいぐらいだよ。なお、ありがとう。そろそろ今日はトークポットもあるので早めに終わりにします。今からしたことを想像してごそれ太るじゃん。大きい方出た。大きい方が不特質。大きいと虫が顔にぶつかってくるんだよ。なんだってなるよ。お疲れ早いんだって。いつもさ、おっチリが終わろうとした瞬間のみんな早いからね。可愛いお顔は大きくても可愛い。やだ、小さい可愛いんだよ。何を実物小さい。いや、でかいんだって。本当に嫌なの。大切なのはハート。ハート大きく持ちます。じゃあね、このあと約1時間後ぐらいからはトークポートが始まり、明日はリリースイベントがあり、そして、来週というか今週は、遠征もあるのでよろしくお願いします。おつ、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。アイリンちって、アイリンちってきたどういうこと。大将おつ、ありがとう。終わりですか。今日の平和時間は終わり。お疲れ様、ありがとうございます。アナちゃん、お疲れ様、ありがとう。トム、お疲れ、ありがとう。では皆さん、また明日。明日は公式ルーム、個人ルームの2つ配信するのでよろしくお願いします。では、お疲れ様、ありがとう。三角三角三角四角、待っててね。お疲れ様でした、ありがとうございます。ではバイバイ。ムヒヨさん、こんばんは。終わりなんですよ。あ、朝のツイートバッチリでした。あれを待ってました。じゃあねー、バイバーイ。